メジャーリーパーフェクトクローザー RTA42 分42秒、星3。2008年クソゲーオブザイヤーに輝いた、1年に1本のクソゲーとかではなく10年に1本出るかどうかのクソゲーオブザキンクな作品。クソゲーとは？という質問に関してこの動画やこのゲームほど的確に当てはまる作品は存在しないクソゲーファンな松葉もののある意味良作。内容は漫画 MAJOR のアニメ化作品メジャーを原作としたゲーム第3弾であり、ストーリーは原作に沿って、イベントパートと試合パートを交互に繰り返して進んでいく。このゲームの評価点は主に、ストーリーが歯抜けでこのゲームだけではメジャーという原作がどんな漫画なのか理解できない。最終試合はどんなに頑張って負けようと試みてもなぜか優勝してしまう。野球のルールが適用されていない。バントでもホームランが打てる。ある敵キャラクターだけチート補正が入っており打球がクソ重くなっており、ホームランが打てないというクソ仕様。といったクソゲーたる部分をこの動画はクソ激烈に丁寧に説明してくれています。このゲームはクソゲーの中では深度の深い作品なのでクソな部分が笑えるしクソを楽しめる情報量があります。それでも情報量が少ないからだれてくるのがクソゲーのクソゲーたるゆえんなのぜ。クソゲーって何ぬねの？お知りたい人のための動画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。